こんにちは。自然体のままで売れる私に代わるナチュラルブランディングの村本彩です。今日のテーマは起業で失敗する人の3つの共通点ということについてお話ししたいなと思います。はい、今は SNS とかインターネットが発達して、でそれから会社でも、副業解禁だったり個人でビジネスするっていうのがすごくやりやすい環境が整ってきてますよね。その一方で、起業して3年以内に廃業する率っていうのは実は7割に及ぶそうです。多くの方が3年以上続けられてないってことなんですけれども、今日はこの起業で失敗する人の3つの特徴っていうことについてお話ししていきます。でまず1つ目がこちらですね。完璧主義ということです。でこれはどういうことかというと、やっぱり最初からいきなりうまくいくっていうことってなかなかないと思うんですよね。だけど完璧主義の人ってやっぱりこうすごく商品とかサービスを完璧な状態にしてから世の中に出そうっていう気持ちがすごく働きがちなので、とりあえず、テストマーケティングっていうような気持ちで、トライしてみるっていうことをなかなかこう進まず、最初の一歩が、遅れてしまったりとか、そのテストのところに時間かかるっていうことがあります。でもすごく個人でやる良さっていうのは、本当にこの大企業だったらこの1回の発売に対して何億とかすごいお金をかけるので、しっかりテストマーケティングをやるんですけど、個人の場合はそういったお金をかけずにもテストマーケティングをどんどん実践でできるっていうのが一番の強みなので、なんかその完璧な商品ができてから動き出そうということではなく、まず動くっていうことがとても大事かなというふうに思います。これが一つ目です。そして2つ目なんですけれども、2つ目は リサーチをしていないということになります。でこれはどういうことかというと、ビジネスするときにやっぱりこう何か好きなことで起業したいとかっていうときに、自分の棚卸しは一生懸命頑張るっていうところはあるんですけど、じゃあそれがお客さんから求められていることかとか、他に自分みたいな仕事をしている人って他にどういう人がいるのかなというような、お客様ターゲットの分析だったり、競合の分析だったりっていうリサーチが弱い、あまりしていなくていきなり始めるっていう方が結構多いです。でこのリサーチの、自分の分析とお客様の分析と競合の分析っていうのはマーケティングでも 3C 分析といって一番基本的なことになりますので、ここをやっぱりしっかりとやった上でスタートするっていうのがとっても大事かなというふうに思います。これが2つ目です。そして3つ目なんですけど、3つ目はですね、はい、3つ目、これが一番もしかしたらポイントかもしれません。結果が出る前に諦めるということです。でやっぱりすぐに最初からうまくいかないっていうと話もありましたけど、絶対そのトライしてみて、改善を繰り返していけば絶対結果って出るものなんですけど、この結果が出る前にやめてしまうっていう人が多いということです。で私がすごく尊敬している女性の社長さんいらっしゃるんですけれども、その方がずっと社長としてこれまでやってこれた理由っていうのをインタビューで答えられている時に、10年間やってきたからで、周りを見渡すと10年間続けられる人が、いなかったっていうことを言ってたんですよね。なのでやっぱりその本当に小さくてもいいのでコツコツ続けてやっていくっていうのは、そのすごく、結果を出すっていうところでもすごく大事なことかなと思うので、その10年続けたからっていう言われてたと思うんですけど、その3年で7割廃業っていうことでいくと、10年もやっぱり続けられないどころか3年も続けられない人が多いってことですよね。なのでやっぱり続けるっていうことを意識するだけでやっぱり結果は変わってくるんじゃないかなと思います。なので最初から完璧を目指さず、しっかりと、自分の分析、それからお客様の分析で、競合の分析をしながら、あとはコツコツ PDCA を回して、やり続けるという、その3つがこの起業で失敗しないための
ポイントになるんじゃないかなというふうに思います。ということで今日は、起業で失敗する人の3つの共通点ということについてお話ししてきました。少しでもお役に立ったなと思ったら下のいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。あと現在、私の方からは自然体のままで売れるための無料動画プログラムを配信しています。まだ登録してない方がいらっしゃいましたらそちらの方もぜひ登録してください。それでは今日も最後までご覧くださりありがとうございました。